野党共闘はありえないということはよく分かりました。しかしながら、小選挙区制、中極選、中選挙区制ならまだしも、小選挙区制で野党同士いがみ合って結局自民党自公政権を応援している結果になってないのかということに関してはどうですか。ありがとうございます。ごめんなさい、選挙の前から自公政権を応援している野党第一党、事実上のねっていうところに関してスルーはできないんですよ。国会での戦い方が本気でなければ、数が少ないからってすぐ諦めるようなことであるならば、悪法は全部通ってしまいますよ。事実全部悪法通ってます。で、1年間の予算を通すっていう時にもうその中には、先ほど説明した通り今年の1年の予算の中には、災害の費用が含まれていなかった、能登半島地震の部分は含まれていなかった。なぜならば予算作成の時にはまだ地震が起こっていなかったからだってことを言いましたけれども、その予算を審議するっていう時に新たにそこにないんだったら、能登半島地震の復興復旧に対して新たに、新たな予算を作らなきゃダメだって当たり前の話なんです。で、それを作らないんだったらもう予算自体を3月いっぱいまでで成立させないっていう戦いをしなきゃダメなんです。予算が、期日通りに上がらないことを一番恐れるのが政府なんです。3月の末までに上がらないってことはちょっとこれ恥ずかしいことなんですよ。その状況を野党が作り出すぞってことで何かしら駆け引きをしながら、能登半島のためにできることは全力でやらなきゃダメなんですよ。なのに裏金っていう部分にほとんど特化をしながら、これ私が言ってるのは立憲民主党主にの話ですよ。で、結局何かと言ったら衆議院を通過したのたった1日遅れただけですよ。抵抗とも何とも言いませんよ。なんかフィリバスターっつってなんか読むみたいなね、本当だったら20分制限のところ3時間近く演説しましたって、だから何よって話ですよ。何の意味あんのそれって、気持ちよくなってるだけだろうって。実際に能登半島に対して補正予算をつけるような動きっていうことにもならなかったし、逆に言えば違うわ、逆に衆議院通過っていう部分に関してはたった1日ぐらいしか稼げないままもう参議院に送っちゃって、で淡々と3月の一番ケツにこれ成立しました、その手前やな、手前で成立したって、戦ってるふりしながら戦ってないっていう結果になっちゃうんですこれ。で、そんな者たちにいがみ合ってるとかっていう言葉にならないんですよ。要はそういった事実上の与党側にアシストし続けて世の中を壊し続けることに加担するようなことを力貸してる者たちの化けの皮を剥がさないと、そこで野党共闘云々だっつってそっち側に力貸してなんとなく、なあなあになりながら彼らは議席数を伸ばし、私たち議席数伸びないまま力弱いまま次のフェーズに入っちゃったら、もうこれ以上戦う人たち、こういった意味でこれまでの永田町にない戦い方をしながらこの裏側の嘘をばらまく人たちいなくなりますよ。だとしたらこの30年崩壊してきたことの加速なんて止められるはずもない、そういう考えなんですね。だからもうそういう話になってんだろうなって。だから野党共闘、もちろんその小選挙区っていうのは一人しか勝てませんっていう部分があります。だからここに対して選挙区で勝てるっていうのはよっぽど力が強い人になっちゃう、もしくは風が吹いた方にその人の議席が流れちゃうっていうのは当然なんだけれども、少なくとも選挙区で勝ってきた悪いやつが選挙区で勝てなくなって比例でギリギリ上がるぐらいになったら党内で力弱りますからね。ってことは例えば、消費税なんて減税できるはずもないとか、ね、消費税を一旦お払いいただいて、そして皆さんにはですね後ほど、それを還付しますみたいな意味不明なことずっと言い続けてるんです、民主党って。もう壊れちゃってる人たちなんで、今出すお金がプラスされたタックスが乗ってることで消費が弱ってってんだから、その先ずいぶん先にお金がキャッシュバックされるからってお金が前みたいに使われますかって言ったら使われませんよ。今この目の前の買い物に対してのタックスオンを減らしていくってことが消費にブレーキをかけないってことになっていくんだからってことですね。話戻ると自民党だけが悪いということになっちゃうのは非常にまずい、自民党とほとんど変わらないコピーキャットがそこにいるということに気づかなきゃいけない。で、たとえそれが遠回りになったとしてもそこは倒しに行く、立憲民主党全員を倒すって言ってるわけじゃないです、
自民党と立憲民主党の戦いのように見えるんだけれども、立憲民主党にも私戦犯がいると思ってるから、その者たちは維新もですよ、一緒。自民と維新と民主党は同じ、自民が一部流れて民主が流れて維新になってるってことですよ。で、身を切る改革って言ってる維新は、もともと身を切る改革っていうキャッチフレーズは民主党のものですから、同じやつらが看板を変えて支持をばらけさせてるだけ。全員自民党になっちゃったら一気に悪い時には処分されちゃうじゃないですか、皆さんにジャッジされて数減らされちゃうじゃないですか。共産党がダメ、あのね、何？何もないことないですよ。私の中では令和しかないってか、私の中では既存の政党では勝て、あの社会を変えることが難しい。だって30年これ潰れてきたことに対して誰がブレーキかけたのよ。どうしてこんな社会になってんのよって考えたら、別の選択肢を提供するしかないでしょ。だから一人で旗揚げしたんですよ。当然私の口から誰を応援してくださいって言った時に、立憲民主党に入れてくださいなんて言うはずもなく、逆に言って彼らがやってきたこと、消費税絶対上げちゃいけないタイミングで上げるようなことを自民と公明と一緒にやってきた。ないんですから、景気が悪い時に消費税上げるバカな国家なんて日本だけですよ。恥ずかしい。結果どうなってますかって言ったら、その分消費減って、もちろん所得も減っていくっていう当たり前の効果しか生まれてないんです。自殺国家ですよこんなの。国民に経済制裁与えるような鬼というのは自民党だけじゃない、民主党にもそれはいるってこと。全員じゃないって言いました、いい議員もいるから。だから私が言ってるのは、その悪夢の民主党と言われるようなものを構成してたものが今も生きてて、それだけじゃなくて自分がトップになるんだってことで、またそれ選挙に出ようとしてるっていう話ですよ。そういうとこ倒していかなきゃ話にならないですよねっていう話です。いつまで今の体制温存するんですかってこと。どっかで変わるタイミングが来ないと無理ですよ。あのね、申し訳ない、あのね、あのごめんなさい、もうね時間がずいぶん過ぎてて、あなたマイクなしでずっと喋ってんだけど、いいよ、あのその話しよう。じゃあ出してあげて、ね、じゃあ例えばだけれども、じゃあ消費税上げたことによって日本がどれだけ衰退したかってことを、多分皆さん肌感覚であまり分かってないかもしれない。それ見てくださいよ、悪夢の民主党っていう部分を安倍晋三が言ったとかっていうような、ちょっとそういう話じゃないんですよ。本当に悪夢の民主党的な部分はあるわけ。民主党にもいい部分はあったかもしれない。私はそれは鳩山さんの時代までだったなと思ってます。以降菅直人さん、そしてその以降はもう本当にこの国を壊しにかかってる。 TPP に道のりつけたの誰？民主党じゃないですか。武器輸出の緩和に道筋つけようとしたの誰？って最初に踏み込んだのは自民党でもやらなかったのに民主党を踏み込んだわけでしょう。さまざまなことやってるわけですよ、余計なことを。で、何、消費税に関してもこれ道筋つけてるって。私からしたら悪夢の民主党、間違ってない、本当に悪夢の民主党です。ここに関して野党の面かぶってその先頭に立たすわけにはいかない。どうしてか、とてもじゃないけどそういう感覚を持って、今も自民党の政策がさまざま通りやすいような国会運営は行われてるんだから、さっきの一番困ってる被災地に対しての補正予算もつけないっていうことなんて一例だってことですよ。この国において武器輸出がさらにこれが事実上 OK になっちゃう、部品しか作ってなかったものをライセンスがあるならば、これは本体まで作れてアメリカ側に提供する、こんなことまで可能になってて、共同開発という名のもとにこれも作っていくと。じゃあ日本側で作られたもので人が死ぬこともありえるわけですねって、当然じゃないですか。逆に言ったら時代遅れの西側諸国 G7 と足並みを揃えていくことによって、逆に日本側が危ない立場に置かれますよって。バランス取らなきゃダメなんですよ、自分の国が一番なんですから。でも自分の国を差し出してまでこういうことずっと続けてるだろって、許せるはずないでしょ。どこに擁護する部分あるんですかってことですよ。責任取らせなきゃ、そこからしか始められない。野党共闘ってことで言ってこちらも譲ってやってきたことはある。でもその2021年選挙終わってから今に至るまでの間に、彼らが国会の中で本当に国民のために数が足りないってことで諦めずに戦い続けた、そんなことあった？自民党側と審議が終わるタイミングを約束して、で私たち精一杯戦いましたってふりしてるだけでしょ。
外国人の労働者が大量にこの国に運び込まれるっていう時にも、その法改正事実上の移民法にも反対してたのが野党、中身も素晴らしかったけれども、どうしてもう採決にそれ応じるのって。もっと言えば2015年の集団的自衛権、要は日本の在り方が180度変わるもの、つまり何かって言ったら、アメリカが他国に喧嘩を売られます、攻撃を受けるっていう時には日本もその国を攻撃できるっていう権利、日本は過去の戦争の失敗からそのようなことはしないってことを決めてきた。それはこの国の最高法規である憲法があるからそれを許さなかったんです。で他国もそれを許、あの日本はそういう事情があるからだよね、やってほしいやってほしい、でもそれがあるからだよねってことは理解してたのに、憲法改正をせずにそれを法律上やっちゃいましたよね。これ自民党が悪いんですよ。自民党が悪くて、私その審議の委員だったんだけれども、3分しか発言時間ないところ、私40分、いや実はもうこれ1日でもやってやろうと思ったんですよ。要は国会でのああいう発言っていうのは申し合わせっていうところだから、マイクを持ってる者がずっと続けようと思ったら続けられるんです。だから私は3分で時間与えられたけれども、40分に差し掛かった時に野党側の民主党のその筆頭のじいさんが、昔国防大臣かなんかやってたか知りませんよ、なんかあいつ競売だなみたいなことを言うて、どっちが競売やね、人が喋ってる時にみたいな。いや要は、勝手に誰にも断らずに私が勝手にね、もう審議の時期を延ばそうとしたんです。審議の時期を延ばす意図は何かっていうと、安倍さんがあの日採決が終わった後飛行機に乗って国連総会か何かに行く予定だったんです。つまりはアメリカのトップと会うという時に手ぶらで行かせなきゃいけないって、アメリカ様のために植民地として日本の、一番重要な自衛隊であったりそういうものを差し出しますっていうような法律の変更に関して、一番危険な兵站という部分に関して、前線叩くんだったら前線潰すためには当然供給潰すのがもうこれ常道じゃないですか。どうしてそれ自衛隊がやるの、しかもアメリカの世界戦略のもとに、どうして中東やいろんなところにまで日本の自衛隊が出っ張っていってやらなきゃいけないの、ありえないよそんなの。そのために体張ってでもやらなきゃいけないっていう状況で、私が長いこと喋ったらそれを咎めて、そしてもう終われってことを指示してきた。やつらは一応反対の立場っていうのは示してるけれども、これをひっくり返すのは難しいから、いいところで手打ちをして自分たちは精一杯頑張りましたってことをずっとどんな悪法の時にもやり続けてんですよ。結果どうなってんだよって、2015年から今やもう武器輸出の緩和まで行っちゃってんじゃないですか、43兆円の軍拡まで行っちゃってるじゃないですか。これ誰のためにかって、当然これビジネスするためですよ。経団連とアメリカの軍産複合体、ここに対して恩返ししていくために日本が食われるっていうことにも先頭に立とうとしているような計画の始まりずっとあるんだけれども、2015年から私はそこに参加して体張ってでも止めようとしているけれども、それをやったことも咎められる、止められる。そこに立って一人で牛歩でもしなきゃもうそんなも話にならない。たった一人でもそのことに対して絶対にダメだって言い続ける者がいない限り、この国に絶望しかないですよ。金のために魂売るような奴らしかいないってことになったとしたら、それが野党に大勢含まれてるってことになったとしたら話にならない、希望にもならない。だから目立つためだけに牛歩やったんだろって言われようが平気ですよ。そんな話じゃないから、今やばい状況にあるってことを皆さんどうか気づいてくださいってことの連続でしかないんですよ。そこに対して2015年からもずっと毎年同じようなことを繰り広げてきたという彼らに、野党共闘って一体はいっていう話でしかないんです。大きくしてよ、そういう者たちを潰せるようになるような力を持たせてよ。自分の人生横に置いてまでやるんだから、当然覚悟決まってますよ。国会議員やってる方が給料安いんです、私が芸能人やってる時よりも。それだから褒めてほしいわけじゃない。たとえ昔の仕事よりも所得が減ったとしても、これは絶対にやらなきゃいけないことだし、これひっくり返せる話なんですよ。選挙っていうルールが変えられない限り、この制度がある限りはこれ逆転できるんですよ。だって 50% 票捨ててんだもん。もうしょうがないよな、こうしていくしかしょうがないよなっていうような形で、逆に有権者の方が
その考え方に絡め取られていくっていうのは、政治の中の都合をどうして私たちが勘案しなきゃダメなんですか。関係ない。政治家を職案みたいに使ってきたやつらをこれ追い出すしかないんですよ。その作業の一環なんです。それを始めていきながら変えていくってことをやれれば私は変えられると思ってる。だから普通に考えて勝負事だからそういうふうにやっていくべきじゃないかっていうあなたの考え方っていうのは私は正しいと思う、一般的には。けれどもそういう中の事情を勘案した場合に、だったら少なくとも自民党もいけてない人が立ってる、で民主党側にも申し訳ないけど日本を壊してきたことのような、仕事をしてきたってことになったとしたら、そこに令和が入ってきたらこの人が選挙区から勝てませんねってなったとしても、どうせ比例で勝つんだもん。どっちみち議員ではあるけれども党内で力を失う。選挙区で勝ったものが一番強いとされるから、比例での復活は党内で力が弱まるんだったらそっちの方向にやっぱり力合わせていくべきですよね。野党共闘せずに私たちは独自の力を増やしていきながら彼らに対する発言力を高め、本当に強い野党を作るために経済政策と国会の中での本気の喧嘩、数が少なくてもとことん、諦めが悪いと言われても最後の最後まで抵抗するっていう勢力を拡大していくしかないなっていう考え方なんです。すいません、分からず屋でありがとうございます。